大田中学校からのスロープです、ね、さあ今ホイッスルが鳴りました。
動けないからね。はい、you
今もさっきまでちょっと変えたんだよね。そうですね、こういうところを気をつけてくれないと。身長というのを決めて、これをあえて武器にした武器に戦うなっていうので、はい、
はい。ボールを持たせます。
入ったところで埼玉県川口している持ち上西中学校がタイムアウトです。少し変化をつけてきた中で持ち上西がThank you.
その後の展望を聞かせていただけますか。はい、はい、
ある意味難しいところが言われますが、
るんですけれども、ね、それを乗り越えることができます。
まおうと思ったのは甲羅です。さて、試合の途中ではまずありますが、大変申し訳ございませんが、農園テーブルネットの職員、鈴、穴水エリアでのご覧の皆さんは午後4時でお別れとなります。なお、キニエリアと高岡テーブルネットワークではご覧の皆さんには引き続き試合の模様をお届けさせていただきます。さあ、このタイムアウトで1点差、両チームそれぞれどういう意識がなされたんですかね。はい、はい、
上がなりませんが